いつもありがとうございます。一作の YouTube の時間やってまいりました。ありがとうございます。いつもありがとう。今回ですね、牧田さん165ミリの充電型スライドバルトコ出ました。はい、こちらでございます。私がですね LS610D ですね。コンパクト、そして軽いんです。ちょっと持たせていただきますね。はい、今バッテリーついてますけど非常に軽いです。しかも小さいコンパクトです。はい、今回ちょっとこちら最新型が出まして、非常にまあ使い勝手がいいと思いますので、今回こちらの方私ご紹介させていただきたいと思います。簡単にスペックの方説明したいと思います。はい、こちらもちろん充電式で、この刃の径が165ミリになってます。165ミリで、この切る高さがですね最大で46ミリまで切れます。そしてこちらスライドなんで、もちろんこう幅なんですけれども182ミリまでしっかり切ることができます。はいですね。で、実はまあこちらの方なんですけども、このポール、スライドポールなんですけども、しっかり日本でしっかり噛んでるんで、耐久性もしっかりしてるし、滑らかにしっかり切れます。はい、ブラシレスモーターもちろん使ってます。バッテリーの持ちもいいですし、軽くてかつ強力です。あとこちら、Bluetooth 集塵機と連動させて、無線で連動させて使う機能もついてます。はい、でこちらもちろんなんですけれども、ちょっと倒させていただきますね。45度傾斜、はい、できます。こうですね。はい、失礼します。でこちらレバーをやることによって左右に45度倒せます。はい、もちろんひっくり返さなくて一発で切れますから。はい、で実はちょっと私がちょっと今回ご紹介しているところ、もう傾斜の件でもう一点あるんですけど、実はこれまあ倒した時に、ここのごめんなさい、今ちょっと見ていただいていいですかね。45度まで倒せるんですが、なんとプラスもう一度まで倒せます。ここの部分をちょっとこうやりながら、失礼します、すみません、カメラさんもう一回見てもらっていいですか。はい、少し1ミリだけいってますよね。通常45なんですけど、46プラスもう一度で46度まで左右で切れます。これ結構大事ですよ。この機能もついているので非常に使い勝手いいですね。はい、でもちろんライトもこちらについてるんで、今失礼します、ライトもつきますし、隅線、マーカーも出せます。で今ちょっと私実際に木の方ですね、まあちょっと隅書いてみたんですけど、これに合わせたいと思いますね。はい、まあこう出てますよね、マーカー、ここに合わせてもらって、こういう感じでお使いいただけますね。で、まあ、すみません、今ちょっと合ってないですよね。まあ皆さんこう少しずつこう合わせて使われると思うんですが、なんとこの牧田さん、もう一つ私ご紹介したいところがあって、ちょっとこう合わせると、ここにこうレバーっていうか、こうつまみがついてるんで、これを動かすと微調整できます。どうですか、ちょっとカメラさん、はい、こういう感じで微調整が簡単できます。そしてこう墨を合わせて、微妙にこう調整する、微調整の方も機能もついてるんで、細かいところにちょっと手が届く感じで非常に使い勝手良くなってます。あとですね、今こちらレバーがここについてるんですけども、通常例えば今広いところなんですけど、こういう壁だったりした時に後ろにこう手回してレバー今まで下げてた方とかいたと思うんですよ。結構狭いところだと大変なんですけど、このつまみがついてるんで、はい、簡単に手そんなに回さなくても、この左右調節倒す時のレバーが簡単にできます。ここも結構嬉しいところなんで、かなり使っていいと思いますよ。でもちろんこちらは牧田さん大人気ですね、サメ肌の、この刃、今ちょうどつけてますけど、こちらの刃も付きで出させていただいてますんで、気になる方はぜひですね、使い勝手がかなりいいので、ぜひ、ごめんなさい、今ランボになっちゃいました、リサークワークスでも置かせていただいてるんで、ぜひこちらの方よろしくお願いします。